ネズミザメ、ネズミザメ、ネズミザメ、革命、ランナダイトラピス、英名は、ネズミザメ目、ネズミザメ科に属するサメ。地方名でもカザメ、角ザメなどとも呼ばれる。全長3メートル、太平洋北部の亜寒帯海域に生息する、大型の捕食者である。特殊な筋肉系、循環系により、体温を海水温よりも高く保ち、高速遊泳を行う。 季節回遊を行うことも知られている。俗名ランナは、凶暴な魚。種名大トラピスは、二つのを意味する、窃盗後、DI と、竜気線を意味する、トロピスが合わさったもので、本種のおつかぶとおひれにある二本の竜気線に、由来してる。標準和名は、ネズミザメであるが、いくつかの別名がある。モーカザメ、ケシカザメは、東北地方でよく使われる名称で、 マフカザメ、シンフカザメが生まったものだと言われる。マダイ、マダイや、マアジ、シンアジなどを見てもわかるように、ウオナに、マ、シンがつくものは代表種の意味合いを持っており、東北地方の代表的なフカ、サメのことであることから、マフカの名が付けられたのであろう。実際、東北はネズミザメの水揚げ量が多い。カドザメ、カトザメ、カトザメともの由来にはいくつかの説があり、 混然一体としている。角が、ニシンの地方名であり、これを捕食することからというもの。また、角は、カツオの地方名でもあり、やはりこれを捕食することからというもの。これらとは別にネズミザメ漁を初めて行った江戸時代の漁師、加藤乙吉の中から来ているという説もある。一部の地方では、カトザメが青ザメを表すこともある。サケザメ、サケザメは、 英語でもサーモンシャークサーモンシャークと呼ばれるように、鮭を捕食することに由来する。漁業では鮭を食害するサメということで、漁師には歓迎されない。他に、ラクダザメやゴウシカがある。北部太平洋のアカンタ海域を中心に分布し、ベーリング海やアラスカ湾、プリンス、ウィリアム湾などを主な生息地とする。日本近海では、日本海やオホーツク海に現れる。 寒冷な環境を好むが、海流によってかなり南の海域まで進出することがある。最も低い井度では、ハワイ沖、北緯22度まで南下した例が報告されている。他に、カリフォルニア州沿岸でも生息が確認されており、さらに南のメキシコ沿岸まで進出している可能性もある。沿岸域、外洋域の両方に出現する。普段は、 海表面近くを遊泳するが、水深700メートル程度まで潜ることもある。また、亜熱帯海域では、温度薬草を避けて、300から500メートル程度の深度を遊泳することが、多様である。最大で、全長305センチメートル、体重175.0キログラム、体は積む型で、水の抵抗を受けにくい。 背色の体色は青みを帯びた灰色もしくは黒色。腹色は白色で濃色の斑紋が点在する。おひれは常用がわずかに長いものの上下がほぼ同じ長さで三日月型をしている。お柄には明瞭な隆起線があり、さらにおひれの中央よりやや下にも隆起線が見られる。種名イトラピス、二つの隆起線の岩ここから来ている。外見は 小型のホホジロザメのようにも見えるが、やはり竜気線の数で見分けることができる。同族に西ネズミザメがいるが、形態的には西ネズミザメの第一背びれの公園が白色なのに、対し本種ではそれがないことで見分ける。サケザメやサーモンシャークサーモンシャークの名の通り、サケを捕食することでよく知られている。またニシンも好んで食べる。 アカン海域では最高自保食者の地位を占めている。太平洋北東部の個体の方が、北西部の個体よりも早く成熟する傾向がある。太平洋北西部では、オスは全長約177から186センチメートル、メスは200から223センチメートルで成熟し、成熟年齢はオス5年、メス8から10年である。 太平洋北東部ではオス1 5 8センチメートル、3から5年、メス2 0 5トル、6から9年で成熟する。体制。ただし、胎児と母親を直接つなぐ胎盤のような器官は持たない。子宮の中で卵黄の栄養を使ってある程度の大きさになった胎児は卵巣から排卵される栄養の豊富な未受精卵を食べて育つ。これは、 ネズミザメ目に見られる卵食型である。妊娠期間は約9ヶ月、産子数は2から6尾、出生時の大きさは84から96センチメートル。以前は卵体制と呼ばれたが、子宮の中で母親から卵という形で間接的に栄養分をもらって育つことから抗議の体制に含める。ほとんどの種が外温動物。 変温動物である魚類の中にあって、ネズミザメは外部温度に関かかわらず、体温をある程度一定に保持することができる性質、内温性を備えている。内温性魚類は同じネズミザメ科のアオザメやホホジロウザメ、シンホネ魚ではマグロやカツオ、カジキといった種類である。これらは皆高速遊泳を行うという点で共通している。ネズミザメの接近、チキン、 血合肉の分布位置は他の魚と異なり体の中央深部、脊椎骨の周囲に集中している。持続的遊営に使われる赤筋を外界から遠ざけることで代謝熱を保持し周囲にある白筋、側筋へ効率よく伝導させる。さらに筋肉には肝が発達し保温能力を高めている。起毛では体内からの温かい血液と体表からの冷たい血液が 対抗流行関係をなし、熱の伝導が行われる。この内温性により、ネズミザメは大抵のサメ類が寄りつかない、アカンタイ海域という地理的なニッチを獲得している。寒い海に生息するので、人が襲われた記録はないものの、大型でネイウなサメに入るので、危険な種である。サケ類を捕食するので、水産上の重要外魚という形で扱われることも、 一方で、ネズミザメは、食用魚としての利用のために漁獲されている。漁には、ハエナワや流し網が用いられる。日本国内においてはそのほとんどが、気仙沼港、宮城県に水揚げされ、気仙沼での水揚げ量は、ヨシキリザメに次いで多い。サメ類の中では、比較的アンモニア臭が少なく食用向きとされ、肉が、切り身や魚肉練り製品の原料として消費されるほか、 心臓は、猛火の星と呼ばれ刺身や酢味噌愛にされる。また、フカヒレも採取される。栃木県では切り身をもろと称して販売することが一般的で、スーパーマーケットや鮮魚店にもよく並ぶ。店頭では、東北地方の和名である、猛火ザメや、ムキサメと表示されることもある。飲食店や、学校給食のメニューとしても一般的である。 比較的安価で調理しやすい食材として人気が高く、主に煮付けやフライなど加熱して食べる。ネズミザメという名前を表示しないのが一般的であるため、サメ肉であると知らないで食べている消費者も多い。内陸の栃木県で特に消費されるのは、産地の気仙沼周辺から比較的近く、かつ時間が経つと、アンモニアを発する性質により腐りにくい鮮魚して、 鮮魚輸送技術の未発達な時代から運んで売られたのが根付いたという意見がある。飼育及び運送などは他のネズミザメ化と同じように大変難しい。2017年6月2日、北海道の小樽水族館に子供が運ばれたが半日で死亡している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。